いただきましょう。テーマはこちら、どうぞ。ちょっとリハあれがわからない。難しいな。そんな感じなの。人によってイメージがちょっと違うかもしれませんね。では書いていただきましょう。1チーム20秒ずつです。せーの、スタート。待てよ、出版社があれだ。よし、出版社、出版社関係あんの。出版社が関係ある。出版社、そうね。あ、今日野さんの手元でお書きになっているもので、皆さんがあーという納得のような声が。日野くんのやつがあーなの。ただどれが日野くん書いたかわかんねえな。まあわかんないんですよ今。何？はい、ここまで。では、なるほど。これ何？これが何なのかわからないんですけど、これ何ですか？それね、あの今説明し始めるとそれが大きなヒントになってしまう。わかんないやつ書かないでもらっていいですか？いや、むしろそれ答えですよね。え、どういうこと？え、書き始めていいですか？どういうこと？むしろ答えでしょうよ。では、2チーム目の皆さん、今度は藤田さんと彦さんと戸松さん、行きましょう。はい、よーい、スタート。男性はわかるね、あれね。そうね、わかるね、大体ね。まあ確かにそうかもしれませんけどね、男性はわかる。ちょうどね、神谷さんとか我々の世代だからね。そうだね、世代ね、うん、若い世代にはちょっと古いかもしれないけどね。戸松ちゃん、戸松ちゃん、もう面積空いてなくね。戸松が戸松ちゃん、戸松ちゃん、やばい。何を書いてるの。戸松ちゃんのがやばい。あ、何を書いてるの。怖いよ。とにかく筆が速い。すごい速さと勢いが。すごいことになりましたね。はい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 。これもう、でも大丈夫じゃないの。はい、え、これでここまでいったら書き足すの。わかるか。書き足すの。藤田さんの方がすごい頭脳プレーな感じでしたけどね。じゃあそれでは最後のチームいきましょう。起きたい。大丈夫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 ですか。今軽くぶつかった感じがあります。20秒でどうぞ、スタート。え、何が、あ、ペンが、ペンが開かない。さあ、何を書いてるのかな。お、ほう、お、いいリアクションだね、いいリアクションだね。あー、なるほど。俺期待できるんじゃねえの。あー、なるほど、それは着眼点だね。いいね、いいね、すごい、ナイスアシストですよ。これ何。はい、そこまで。どうしよう、はい、ちょっとなんか最後ざわっとしたけど大丈夫。そうですね、どうしよう。まあただ一番ざわつかせたのはトマツさんであることは間違いない。ちょっと待って、スペースの問題。普通に書きましたよ私。はい、真面目に書いた。こうしてみると神谷さんも どうかしてるな。あの、目を開けていただいて、はい、ではホワイトボードの前にお進みいただいて。はい。いや、このクラスの担任大変ですね、神谷先生。誰だ、黒板に落書きしたの。先生怒らないから手を挙げなさい。誰だ、お前らか。全員か。全員書いたか。さて、でこれ誰書いた、これ。これ誰。小松か。小松はお前、放課後残れ。わかりました。わかりました。はい、わかりました。わかりました。では、あの、回答していただきましょう。神谷さん、これは何の絵でしょうか。ドラゴンクエスト。え、違う。よく見てください。左上を見て。そんなの出てこないでしょ。左上、緑のやつ、出てこないでしょ。これ何。うつぼ。うつぼ。な、RPG。違うな。正解。すごい。RPG。はい。テーマは RPG。はあ。もちろん皆さん描いた絵は、まあ特に小藤さんあれハードウェア描いてましたよね。ハードウェア描きました。そうそう、これコントローラー逆だけどね。そうなんです。あ、逆かなと思ったんですけど、すいません。冷静な。これ描いたの誰？俺です。純か。はい。はあ、確かに、まあこういう世界観のものもあるもんね。ただこれ書かれちゃったらもうドラゴンクエストしかないもんね。これ書いたの誰ですか。はい、スライムとスライムベースだろ。はい、スクエニだし。これ何、それ何でしょうね。これはあの、ヒカサさん、あのちょっとあの、FF スタイルです。なんであれはみんなにも見えているのか。見えてるよ。おー、見えてるか。はい、これ何。あ、それはあれです、あの嫁をどっちにするかっていうのがあるっていうのを。ドラゴンクエスト5ね。そうです、そうです。わかんねえよ。バカでしょこれ。違いますよ、そっちあの金持ちです。こっち金持ち。そ、隣幼馴染。ああ、はい、そうなんだ。
わかんない。最大の疑問にじゃあ突っ込んでいいんですかね。はい、何でしょう。あのトマトさん、あの絵は何ですか。ラスボスです。嘘でしょ。これは酔っ払ってゲロを吐いているおじさんだよね。めっちゃ嬉しかった。違う、口からエロめだよ。口からなんか吐いてるやつですよ。攻撃。え、これラスボス出てきたから。ちゃんと両腕に武器持ってるじゃないですか。俺は締めのラーメンが出ちゃってる。違う、縮れ麺だったんだな。居酒屋のおっちゃんじゃない、居酒屋のおっちゃんじゃない。ちゃんと両腕に武器も持ってる。はいはい、わかりました。解釈に差はありましたけれども、見事成功。やったー、ありがとう。